カブスのカウンセル監督が退場するハプニングがあった。4回西満塁から今永が投じた5球目。アクーニャのハーフスイングに対し、一塁塁審の判定はノースイング。これにベンチから指揮官が何か言葉を発すると、退場を宣告された。球場は大ブーイングに包まれ、騒然となった。今永は動じることなく西満塁のピンチをしのぎ、スコアボードに0を並べた。今永がスイングを奪うがハーフスイングの判定矢印監督ブチギレ矢印退場食らう。我々はカウンセル監督と共に戦う。カウンセル監督、ありがとう。今永先生に時間取ってくれて。MLB の監督はみんな役者やな。グオー満塁でアクーニャ。これは名称カウンセル。今永踏ん張ったな、すご。満塁のピンチしのいだ。再び防御率0点台突入。カウンセル監督ハーフスイングを取らなかった一塁審判にも不満だけど、狭いストライクゾーンの球審にもフラストレーションが溜まってたもんな。今永、2アウト満塁でアクーニャジュニアを抑えた。今永、ブレイブス戦で4回無失点。アクーニャでさえ今永を打てない。本当にタイピンすぎる。今永激アツやんマジで。おう今永先生満塁でアクーニャのピンチ、よく抑えた。今永 VS アクーニャ2アウト満塁のピンチを抑える。これで退場はさすがにかわいそうだけどなんか NG ワード言ったんやろうな。今永に対して審判がかなり厳しい試合になってるのか。カウンセル体を張って今永に間を与える。今永結構球数いってるんだな三振も7個取ってるけど。満塁のピンチをライトフライでしのいてベンチに帰る今永先生のドヤ顔ほんと頼もしくてかわいいな。今永、至急連発満塁アクーニャジュニアボール先行で0失点なのおかしいやろ。ブレイブスは研究してきてるねー。ハーフスイング判定の退場劇は今永にいい間を与えたね。それに応える今永もすごい。なんとクオリティスタートは達成してほしい。監督が時間稼いで落ち着かせたって感じですかこれは。にしても打者は振ってくれないとどうにもならんすな。これが今永対策なのか。